はい、えー、それでは始めていきたいと思います皆さんこんにちは、えー、こちらはですね2020年に絶対合格するぞ司法書士民法改正向上委員会の第10話正当な利益のない第三者が弁済してきた時あなたならどうしますかの回と <laughs> まあいうことになりますえっ、ー、とですねどうでしょう正当な利益のない第三者から弁済を受けるなんて そそうそうあることじゃないというふうふに思ってないでしょうかということなんですけれども俺はあの意外とそういうことありますよってことですであの例えばなんですけれどもなんかこう百貨店みたいなところでなんか商品を購入して、まあ、だから百貨店との間の売買契約を締結してるんですけれどもでその商品はです、ねまあ、後日自宅に配送してもらうというような。 ことににした場合にですねいざですね配送されてきてみたらですね差出人のところがその〇〇百貨店で購入したのに〇〇百貨店と売買契約を締結したはずなのになんか〇〇物流株式会社とか、まあ、なんかですねあの系列の会社なんだなということは分かるんだけれども〇〇百貨店そのものじゃない会社が え差出人になってたりすると、まあ、そもそもあの宅配便とかですね <laughs> そういう人がまあ弁済してくることも多いと思うんですけれどもあの差出人自体がですねあれ、売買契約の相手方と違うなんかねその物流関係ですかねをやっている会社から送られてきたなっていうことがあったりしますよってことなんですね。でその時に ああれあの債務者はまる百貨店のはずなのでねで、まあ、第三者弁済、あなたは正当な利益を有するんですかとね正当な利益有するものって後ほど説明しますけど物上保証人とかですから、まあ、そうするといやいや、物上保証人とかじゃないよなじゃあ受け取れませんとかっていう風に言ったりしますかってことなんですね。はい でここのところ、ですねあの今回の改正でですねちょっと手をつけられておりまして、で過去問のですね成合もあの逆転してたりと、まあ、いうことがあるんですね、で先にちょっと過去問、本日のですねゲスト向上問題なんですけれども、まあ、2問ほど検討しますが、えー、ちょっと説明のん勉強上です、ね、あとで検討する予定の、えー、ゲスト向上問題の2問目の方からですね。はいえー、っと ちょっと出したいと思うんですけれども本日取り上げる2問目の方がこれなんですね。で民法を平成25年第17問の足の「う」なんですけれどもで読みますね、えー、利害関係を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反しない場合には債権者はその弁済の受領を拒むことができないって足なんですね。 でこれちなみにです、ね、出題された当時は正しい足だったんですね、でそうすると、まあ、皆さんが債権者である場合をちょっと想定して考えてみていただきたいんですけれども債務者の意思に反するかどうかわからない。 かもしれないですよねってことですね。で、だけれども、もし仮に債務者の意思に反するっていうことになると、ああ、これ受、受領地帯になっちゃうかもしれないなと。で、それだとまずいから、ああ、じゃあ、とりあえず受領をしなきゃなってことにまあなりそうですよね。この足が正しいんだとすると。で、そうであったところ、もう一問ですね。 本日取り上げるゲスト向上問題のい、えー、丸一の方なんですけど、まあこれ同じ年の、えー、と別の足なんですけれども、えー、民法平成25年第17問の足の位なんですけれども、読みますと、利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反してした弁済は、債権者がそのことを知らずに受領した場合であっても、 その効力を有しないと。はい。で、えー、これも正しい足だったんですね。で、そうすると、まあ、先ほどのね、えー、先に見た足からすると、 ああ、受け取らないと受領地帯になっちゃう可能性があるなと思って受領をしたはいいんだけれども、結局、実は債務者の意思に反してましたってことになると、その受け取った受領がですね、あの、無効だっていうことになってしまい、で、えー、受け取ったものを、まあ、後日、今度は不当利得として返還しなければならないと、まあ、いうことになりかねなかったんですね、改正前は。 ねえ、この平成25年17問の問題、足のうと足のいを今見たんですけれども、この問題の正解を見て、なんか債権者かわいそうだなと、なんかひどい規定だなって皆さん思ってなかったですかってことなんですね。で、まあそういう規定だったんですよ。で、そりゃあまずいでしょうということで、今回改正になりましたよと。まあそういうことです。えー、先ほど検討した足二つともですね、 正しい足から誤り足に変わっているということになりますでこの点についてですねはいえっと説明をしていきたいと思うんですけれどもでまず先にですね後の方で出しましたこのゲスト向上問題1の方ですねこちらに関して解説を行っていきたいというふうに思うんですけれどもでこれに関する条文がですね はいまあえー、と民法474条ですね。でまあ、改正後の条文出すんですけれども、一応改正前と、えー、ほとんどそのまんまの1項も一応読みます。はは債務の弁 第三者もすることができる、まあ、これはまあ改正前も大体同じだったんですけれどもで2項もです、ね、あの本文ですね、正し書きの前の部分ですね、本文はほぼ同じということになりますで、先に本文のとこだけ読みますと、えー、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないと。 まあ、いうことですね。はい。で、正当な利益を有するものでない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができないということなので、まあ、正当な利益を有する者ってどういう人だったかなと。で、先ほどまあ、ちらっとね、先に言っちゃいましたけれども、えー、これは、例えば、物情保証人。まあ、典型例は物情保証人ですよね。で、似たような形で、まあ、担保不動産の第三取得者などがあります。 で、ちなみに、まあ、ここで、あの、よく、えー、疑問に思われることかと思うんですけど、保証人は違うのかっていうと、保証人はですね、そもそも自らが保証債務を追っていて、債務を追っていて、保証人が履行するのはあくまで、自らの債務である保証債務の履行ですからね。で、だから、受債務者の債務を、 えー、代わりに、まあ、第三者弁済ということで弁済してあげているわけではありませんので、まあ、だから、保証人はここに入らない。で、物上保証人とかですね、第三取得者、担保不動産の第三取得者というのは、 自らは債務は負っていないんだけれども、まあそのまま債務が履行されないと、えー、自分の所有している不動産がですね、経、え、営、ー、されてしまうと、まあ、いうような可能性があるから、これ、えーとまあ、正当な利益を有しますよと。で、そして正当な利益を有するのであれば、 債務者の意思に仮に反していたとしても弁済することができると、まあ、いうことなんですよね。で、だけれども、これら物上保証人とかではない、まあ正当な利益を有するものでない第三者だったとすると、債務者の意思に反して弁済することはできないのが原則であると、まあ、いうことになるわけですね。で、ちょっと図で説明しようかと思いますけど、例えば、 債権者 A が債務者 B に対して債権を有していましたとでこの時に第三者 C が、はいえー、この人は正当な利益を有しない第三者なんですけれども、はいえー、B の意思に反して債権、ねえー、者 A に対して弁済してしまっていいですか ってことですね。で、まあ、これが原則ダメですよってことなんですけれども、まあ、それはどうしてかと言いますと、これ、第三者 C がですね、A に弁済してですね、で、そうすると、はい、えー、債務者 B に対して、求償権を取得することになりますよね。で、その時に、 と、えー、元々の債権者 A とは違って、なんか、ものすごい過酷な求所を行使してくる可能性があるじゃないかと、まあ、いうことですね。で、まあ、言ってみれば、うん、まあ、その、B はですね、自分で履行するつもりがあったのに、えー、勝手に、C が履行したことによって、その過酷な求所にさらされなければならないと、まあ、いうことになるのは、えー、おかしいのではないかと。まあ、そういうことですね。まあ、それがその、債務者の意思に反して、 正当な利益を有しない第三者は弁済することができないと、まあ、いうことの趣旨と、まあ、いうことになるんですね。はい。で、ここまでは改正前からそうだったんですね。で、これに、まあ、例外的なものが、まあ、設けられてなかったわけですよ。で、ところが、まあ、それじゃあ、ま,あ、まずいよね、と、まあ、いうことで、はい、いいですかね。えー、この過酷な急償とか、してくるといけないので、原則、 えー、債務者、まあ B の意思に反する弁済はできないとしつつも、はい、えー、2項に新たに正し書きが設けられましたよと。で、その2項のところの、えー、3行目後半ですね、正しっていうところを見てください。えー、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、 この限りではないと。いうことですね。で、すなわち、債務者の意思に反することを知らずに債権者が受け取っちゃったら、やっぱりその弁債は有効ですよと。まあ、いうただしが、きが設けられましたと。はい。で、まあ、先ほどのこの事案において、はい。え、債権者 A がですね、その C がですね、意思に反する弁債してきたのを、それを知らずに受領してしまったんですね。 で、医師に反することについて、再建者 A が善意だったとすれば、じゃあ、その弁済は、ああ、有効だってことにしましょうよと。まあ、そりゃそうですよね。ってことなんですね。で、そうでないと、まあ、先ほどから申し上げている通りなんですけれども、再建者 A としては、第三者 C の弁済を受け取っていいものか否か判断ができなくなってしまいますよね。で、 えー、この条文の、まあ、問題としているのは債務者の意思に反しないんだと。で、だから債権者 A が受領すべきと、まあ、いう場合であったにもかかわらず、いやいや、 万が一債務者の意思に反するっていうことになると、えー、その弁債無効っていうことになっちゃうじゃないかと。で、まあ、不当利得ってことになっちゃうんですけれども、まあ、そのようなことになってしまうと困るからと、まあ、いうことで、受領を躊躇してしまうと、A がですね。はい。債務者の意思がわからない以上受け取られませんよと、まあ、いうふうに債権者 A が、え言、ー、うことになりかねないじゃないかと。で、そうすると、債務の履行が、まあ、スムーズに行えないじゃないかと。 まあ、いうことなんですね。で、だからま、えー、まあ、A が、まあ、債務者である B の意思に反することを知ってたらダメですけれども、知らないのであれば、別に受け取っちゃっても有効ですよ、というふうにする必要があるんだと、まあ、いうことなんですね。はい。で、あのー、もう一つ、まあ、債務者の意思がわからないことが、まあ、多いかもしれませんので、まあ、その場合に、じゃあ、受け取らないって っていう判断をした場合の危険はどうかと、まあ、いうのがありましてでそれがもう一つの方なんですけれども、はい、あでごめんなさいね今これでもう、えー、ゲスト向上問題1のほうが解決になってますので、えー、一応、えー、決着をつけておきますもう一度問題文読みますよ、えー、利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反してした弁済は 債権者がそのことを知らずに受領した場合であってもその効力を有しない。<laughs> はい。まあ、誤りですよね。<laughs> っていうか、うん、今の時点でこの問題文読んで、これが正しいっていうのはどうなのって感じがしますよね。はい。で、はい。えー、いよいよ改正によって、これは誤りの足に変わりましたよと。まあ、そういうことなんですよね。はい。 で、えー、っと、先ほどちょっと、すみません、えー、っと、焦って次の話に行っちゃってたんですけれども、もう一度、そしたら、えー、ゲスト向上問題、丸二の問題文ですね、確認をしておきましょうか。はい。で、同じ問題の足のうの方なんですけれども、もう一度読みますね。えー、利害関係を有しない第三者の弁済が、債務者の意思に反しない場合には、債権者はその弁済の受領を拒むことができない。 で、まあ、改正前はこれが正しい足だったんですけれども、うーん、債務者は受け取らないといけないということなんですかってことなんですよね。で、この点について、もう今回改正されまして、はい。で、先ほどの民法474条の、今度は3項なんですけれども、3項ですね。はい。 全項に規定する第三者。と、これは、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第三者のことです。で、この全項に規定する第三者は、債権者の意思に反しても、弁済をすることができないと。ま、いうこととされました。これは、あの、改正前と大きく変わったところですよね。あの、改正前は、 債務者の、まあ、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しては弁済できませんよっていう規定は改正前からあったんですね。で、それに対して、今回の改正によって、正当な利益を有するものでない第三者は、債務者の意思に反しても弁済できないし、それだけじゃなく、 債権者の意思に反しても、まあ、原則ですけどね、えー、弁済することができない債務者の意思にも債権者の意思にも反してはいけませんよと、まあ、いうことになりました、はいでですね、これはまあどういうことかというと、まあ、A が B に対して債権を有していてで、まあ、第三者し正当な利益を有しないものだったとするとこの債権、えー、者である A の意思ですね これに反して、ま、弁済することもできないということとされたんですね。まあ、なので、あなたは正当な利益を有しないんだからと言って、えー、受領しないと、まあ、いうことも認められますよってことなんですね。で、これはどうしてかっていうと、まあ、先ほどから言ってる通りかなと思うんですけれども、まあ、債務者の意思に反するのかなと、 債権者 A がですね、判断して、B の意思に反するんじゃないかと判断して、A が受領しなかったところですね、まあ後日、いやいや、今回は債務者 B の意思に反してなかったんですよ、と、まあいうことが判明してしまうと、債権者 A はですね、受領地帯に陥ってしまうと、まあいうことになりかねないわけですよね。で、そのようなリスクを A が負わなければならないと、まあいうのはおかしいじゃないかと。 まあいうことなんですね債権、まあ、者がそういうリスク、まあ、だから本当、今までこの第三者弁済の規定、債権者ばっかりリスクをたくさん負っていたと、まあ、いうことだったわけなんですよね。で、それではまずいと、まあ、いうことで、今回の改正になったわけですけれども、はいまあ、したがってですね、債、は、権、いえっと、者 A は、いやいやあの債務者 B の意思に反するかもしれないので、えー、第三者 C からはですね、えー、弁済は、 受け取れませんよと。まあ、いうふうに拒むことができますよと。と原則としてね。えー、いうことになりました。はい。でですね。そうすると、まあ、先ほどの問題がもう決着なんですね。もう一度読みますが、利害関係を有しない第三者の弁済が、債務者の意思に反しない場合には、債権者はその弁済の受領を拒むことができない。で、これが、 正しい足だったわけですよね、改正前はね。でも、まあ、債務者の意思に仮に反してなかったとしてもですね、債権者としては、それを拒んでいいですよと。なぜなら、もう一度言いますが、 正当な利益を有し、有するものでない第三者ですね。これは、債権者の意思に反しても、弁済することができないので、いやいや、あの、債務者の意思よくわかんないんだから、受け取れませんと、債権者が拒めば、ええー、まあ、債権者はそういう拒むと、まあ、いう権利が認められたんだ。まあ、そういうことになりました。はい。で、しかし、これにも、例外があるんですよね。はい。で、これの例外なんですけれども、はい。 えっと、先ほどの条文の続きですね。えー、参考の4行目あたり、ただしのとこですかね。はい。えー、原則、債権者としては、あの、正当な利益を有するものではない第三者が、えー、債務を履行しようとしてきたらね、えー、拒んでいいわけですよ。 え、本日一番最初に申し上げました、丸々百貨店との間で売買契約締結したのに、丸々物流株式会社とかがあ差出人となって何か商品が送られてきたときに、じゃあ拒んでいいのかって話なんですけれども、はい。で、まあそれは拒んだらダメですよと。拒むと事領遅滞になりますよというのがこの正し書きとまあいうことになります。で、正し書きのところですね。 え4行目のところですが読みますとただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合においてそのことを債権者が知っていたときは悪意といてことですねで、この限りではないということになりますで、す,すなわち。 まあ先ほどのこのような事案においてですね、もしこの第三者 C の弁済というのが、債務者 B の委託に基づくものだったと。まあ履行引受契約ですね。 え、ま、第三者 C 自身が債務を負うわけではないんだけれども、債務者 B の負っている債務を B に代わって履行する。ま、そういう契約が履行引受け契約と、ま、いうことなんですけれども、ま、それに基づいてですね、〇〇物流株式会社とかが、え、送ってきたと。ね。ま、ね、先ほどもありましたが、ま、系列会社だったりするわけですよね。で、そうすると、あ,あ、債務者 B の 委託に基づいてこの商品を送ってくれたんだなっていうのが債権者にとって。 わかるじゃないですかってことなんですよ。悪意でしょってことなんですよ。もう全然見ず知らずの人から送られてきたらね、悪意って言えないかもしれないけれども、まあ先ほどの事案ですね、もう明らかに系列の会社だなと、で系列の会社が委託を送っ受けて送ってきてるなっていうことが、まあ債権者にわかるわけですよね。で、そのような事案においては、はい、債務者の委託につき悪意だという事案においては、これは、 えー、当該第三者 C の弁済、これは有効なわけですから、したがって、もし仮にですよ、債権者 A が受領を拒めば、受領地帯に陥ることになりますよ、と。まあ、そういうことなんですよね。はい。で、えっ、ー、と、以上ですね、えー、まあ、一通りちょっとまとめたいと思うんですけれども、これ条文の順番じゃなくてですね、はい。あのー、まあ、こういう、 まあ順番で押さえていただいた方がいいんじゃないかということで、まあ、4段階にしてるんですけれどもまずですね、はい、まず一番最初が先ほどの474条3項の方の本文になります、えー、すなわち、えーまあ、正当な利益を有しない第三者がまあ弁済してきましたという時にまずもって債権者は 受領しなくていいですよってことなんですよ。いやいや、あなたは正当な利益を有しないんだからと。まあ、言って、受領しないということができます。で、まあ、原則ですけれどもね。で、えー、これはどうしてかというと、正当な利益を有しない第三者はですね、え、債権者の意思に反して弁済をすることができないからだと。まあいうことですね。で、ここが、ま、どちらかというと出発点かなというふうに思います。で、 それから、はい、二つ目なんですけれども、しかし、もしですね、その債権者が、ああ、これ明らかに債務者の意思に反するなっていうことを認識してなかった。すなわち、えー、債務者の意思に反するか否か不明だったとすればですね、ああ、もうね、せっかく目の前に頼んだ商品を、あのー、持ってきてくれてるわけだから、それはそのまま受け取っちゃってね、受領してしまってもいいんですよと、と、まあ、いうことになります。で、 えっと、先ほどの、えっと、これが474条2項の正し書きの部分とまあいうことになるわけですけれども、もし仮にですね、後で、 実は、あの、弁済、債務者の意思に反してたんだよと、まあ、いうことが分かったとしても、債権者がそのことについて、えー、善意であれば、債務者の意思に反するということについて善意であれば、受け取ってしまっても完全に有効な弁済ということになりますからね。で、だから、えっ、ー、と、もう一度言いますが、丸一ですね。で、そもそも、あの、あなたは債務者じゃないじゃないかと、正当な利益を有しない第三者じゃないかと、まあ、いうような場合にはですね、えー、めんどくさいことにまれ 生まれたくないから受け取りませんとまあ、いうことで受領をしないという判断もできるし、まあ、逆に債務者の意思に反するか否かを知らない限りにおいてはですね、受け取ってしまっても全く問題ないと意思に反してたとしても有効ですよということになるんですね。でその一方で、はい、もしあこの弁済第三者弁済は債務者の意思に反するなということについて。 悪意だったとすればこれはさすがに受領しても無効ですよと、まあ、いうことですねで先ほどから申し上げている通おり、まあ、不当利得になってしまって、えー、後々それをなんか返却しなければならないとかっていう負担を負わなければならないと、まあ、いうことになってしまうかもしれません、まあ、だから債務者の意思に反することについて悪意だったらさすがに受け取らないという選択をしてくださいと、まあ、いうことになるわけですよねでそして最後なんですけれども はいえー、今度は逆に、債務者の意思に反しない方なんですけれども、でここはですね、はい、あのちょっと厳格になってるんですねで債務。単に債務者の意思に反しないってことにつき悪意っていうんではなくて、債務者の委託、ね、意思に反しないどころか、債務者が その第三者に債務を代わりに履行してくれというふうに委託しているんだっていうことですね。これについて悪意であることが必要です。で、だから、まあちょっとここね、債務者の意思に反しないことにつき悪意ではなくて、まあ、より厳格にね、 は、意思に反しないんではなくて、より進んで、債務者自らが第三者に委託して、今、弁債しようとしている第三者に委託して、履行しようとしてるんだなっていうことにつき悪意と、ま、いうことが必要なんですけれども、でもそれについて悪意だったら、受領する必要がありますよ、ということですね。で、この場合に、もし受領をしないと、ま、いうことになると、はい、え、受領地帯の責任を負うと、ま、いうことになりますと、ま、いうことですね。 はい。えっ、ー、と、ま、あちょっと条文。 いうのを忘れちゃったんですけど、丸三番のところが474条2項の本文の部分に該当し、そして今の最後の話が474条3項の正し書きですね。まあだから、この474条2項、そして3項のところの本文正し書きのですね、順番ですね。えー、条文の順番だとなんとなく理解しづらいんじゃないかと思いますので、今ですね、4段階、丸一丸二丸三丸四で説明しました、 その段階で抑えていただくと、頭の中がすっきりするのではないかなとまいうふうに思います。はい、えーと。それではですね今回は以上で終了いたします。お疲れ様でした。